僕はケンちゃん、何でも知りたがりの小学生。熊本には僕の知らないことがいっぱい。友達のくまモンと一緒に熊本を飛び回って調べていくよ。くまモン、芦北町が舞台になってる漫画があるって知ってる？放課後堤防にして面白いよね。今芦北町に行くと漫画とコラボした料理が食べられるんだって。漫画とコラボした料理か。どんなメニューがあるんだろうな。あんなメニュー、こんなメニュー、あれあれあれ。けんちゃん、また考え事して小さくなっちゃったね。さて、けんちゃんが言っていたのは放課後堤防にし、はしご飯のことだね。いろんなお店で工夫を凝らした料理が楽しめるそうだよ。今回は放課後堤防にし、はしご飯について調べてみましょう。高校生の主人公が堤防部の仲間たちと共に海の魅力を満喫する放課後堤防にし。モデルとなっている芦北町では作品を活用した地域おこしに取り組んでいます。作品を生かした地域おこしとはどんなことを行っているんですか？はい、放課後堤防西には芦北町の多くの場所や施設が登場しています。そこでモデルとなったスポットを巡り、スタンプを集めると特産品が当たるデジタルスタンプラリーや AR カメラに出現する漫画キャラクターと写真を撮って SNS に投稿していただくフォトコンテンツなどを実施していて、ファンをはじめとした交流人口の拡大、地域活性化に取り組んでいます。イベント以外にもこの漫画を活用したコラボグルメの企画もあるそうですね。水俣芦北地域の飲食店で構成された七浦うまいもん巡り実行委員会が中心となって、放課後堤防西はしご飯というグルメフェアを開催しています。ということで、フェアに参加しているお店を訪ねました。今回のフェアの内容を教えてください。漫画に出てくる食材や地元産品を使用した料理をはしご飯と題して提供するフェアです。水俣芦北地域の飲食店10店舗が参加していて、ピザ、パエリア、天ぷらなど各店舗で趣向を凝らしたメニューが食べられます。こちらのお店のはしご飯は熱々鉄板のナポリタンです。うわー、美味しそうですね。こちらは放課後堤防にしに出てくる洋食喫茶穂高のナポリタンをオマージュして作りました。よし、いただきます。具だくさんで、このケチャップソースがちょっと甘さもあって美味しいです。ありがとうございます。こうした料理を楽しみに、たくさんの人に水俣芦北地域を訪れてほしいですね。美味しい料理の提供と合わせてオリジナルステッカーやマルチメモがもらえるスタンプラリーも開催していますので、ぜひ参加店舗をはしごして楽しんでほしいです。放課後堤防日誌はしご飯は3月3日日曜まで実施しています。また芦北、つなぎ、水俣では地元で採れた新鮮な海の幸が食べられる牡蠣小屋も営業中です。漫画とコラボしたイベントと合わせて海の幸を楽しんでみてはいかがでしょうか。次回の GO! くまモンナビは、くまモンと県内各地の地域資源がコラボして新たな観光コンテンツを創出する取り組みについて調査します。友達